おきに武蔵です。今日はですね、大和ルージュのこういう風にして、補修作業をしておりました。でですね、この補修作業をしている中での、注意点をちょっと話していこうかなというか、まあ僕がね、種まいてる時に、注意していることを、紹介していこうかなと思います。ということで、まいた、本当は、まいてる最中でちょっと流し動画をね回したらよかったんですけど、ちょっと忘れてしまいまして、もう巻いた後になっております。ちょっとした紹介で言いますが、バイドはこの種まき、種の滝さんの種まきバイドを使用します。この緑のやつで飛行が30で、窒素分がね、380、入ってるものを使用します。でこの桶の中で、1袋、入れたら、水を上から散布してかき混ぜて、ある程度こう水持ちを、よくした状態で、このセルトレーに200ケツですね、200ケツのセルトレーに水ありだな、大和ルージュはちょっとホイップコーンと、サーをつけるためにこうやって水ありの2本全方面に2本溝が縦に入ったものを使用して200ケツのやつを、使っております。で、ちょっとね、ここにあるか、これだな、こっちのホイップコーン、白トウモロコシの時に使用してるセルトレイと比べると、ここの細身がね少し和らいでるというか、こっちの白のこのトウモロコシに使ってるやつの方がシュッとしてます。ここの下に行けば行くほどのね、くぼみっていうか、このここがねシュッとしております。でこれはねシュッとしてますが、割とそんなこうこちらに比べるとシュッとしてないということで、土の量はちょっと入るので、大和ルージュはちょっとね、こっちより根っこを張らした状態で植えたいなというので、っていうのも意味でこっちを使っています。で、一穴に一粒巻いてます。で本来ならこういう逆さ向いてるものを、逆さというかこのトウモロコシってこう種が、こうやって種があった時にこのピントが合わん、ピントが全然合わん、こうやってトウモロコシの種があった時にこの逆三角形、この下の尖ったとこから根っこが出て、この平べったいこのここのところからね、芽が出てくるので、それの向きをちゃんと揃えてあげると根っこが上向かずに、で割とこう綺麗に発芽してくれます。ですが、それをやってるとなかなか枚数と粒数があるので、時間がかかってやっとれないので、僕は結構バラバラにしてて、本当にちょっと気づいた時ぐらいはこう横向きにしたり、真下向いてるやつを横向きにしたりとかはしています。そんな具合で、注意しながら、巻いています。で、トウモロコシの注意点として、橋の注意点としては、そんな感じの具合かなと思います。一穴に一粒やってなるべく逆さ向けないようにだったりとかがあるんですけど、ちょっと大和ルージュに関してはこの種のね小さいものを省くようにしております。極端にですね、小さいものがちょっと大和ルージュは多いなと思っています。例えばこの平べったい種、すんごい平べったいです。他のやつと比べるとすごく種自体大きいんですけど、平べったくなんか潰れたような感じ でこういうのだったりとか、あまりにも小さい、いい形はしてますが小さいもの、こういうのだって小さいですけど、こういうのは巻かないようにしています。発芽することの心配だったりとか、発芽してもちっちゃい苗ができても
困るので、やっぱり種ってこの最初のこの中に入ってるトウモロコシはね、でんぷんあるんで、それを栄養源にして、最初こう芽を作っていくんですけど、そのスタートがねこういう大きい正しいね、種と比べるとスタートダッシュが遅かったりとか大きくなりにくかったりとか しやすいので、使わないようにしています。でやっぱりこういうこれぐらいの大きいものがいいのかなと、はい、思います。で種まいてる時にちょっとあまりにも小さいのがあったら省いてて、で 2468 の1600ですね、1600粒まいて、ちょっともう拾いきれてないのもあるんですけど、見つけたら下に落としたりとかして地面に捨てたりとかしてるんで、多分1600まいて10粒ぐらいかな。今ここにあるのが2467あって、あ、もう 5、6粒ぐらいは捨ててるな下に。なんでまあ15いかないぐらいですかね。なんで1600に対して15いかないぐらいなんで、まあ、それぐらいだったら、まあ、捨てるのもったいないなと思いつつも、はい、捨てるようにはして、あ、じゃあこれはいいやつだな、なんでこれ入ってるんだ、これは全然巻く許容範囲のものですね。でこういう小さいものは省いて、箸をしています。はい、でまあまあこんだけ小さいんですけど、まあこれもね、今この際ちょっと覚えておいてもらいたいんですけど、これ水含むとねかなり大きく、なるんです。でちょっと事前にここで掘り返したも、発芽してなくて掘り返したものがあって、こういう大きい種でも発芽してないんですけど、水を含んでかなり大きくなっております。手のひらに置いときます、置いてみますが、はい、かなり膨らんでますよね、さっきの種と比べると。これとまあ多分ね、これちょっと丸っこいな、似たよね、あ、これっぽいな、これ多分一緒なサイズのやつやもんですけど、一回りぐらい、はい、大きくなっています。なんでこれもまあ水含めばある程度大きくなるんですけど、まあ、他のやつと比べると小さいのでまかないような形をとっています。まあ、そんな感じで、で発芽したようなのが、まあ、こういう風な具合で、まあ、これちょっと今日出したものですね。前回紹介した、前紹介した寒冷舎のね空間から出したものです。今日先ほど出しました。でその前の手がこっちで、でそれのまた1個前がこれですね。これが多分4月の14日とかに発種したものです。でやっぱりまあまあ今の時点で、あ、これだな、こういうのがね多分ちっちゃいトウモロコシの種なんだろうなと思いつつ、見ております。これだったりとかね、もうこれは多分植えることないんで掘り返してみますが、根っこ自体はねめっちゃ出てるんですけど、ちょっとね、まあ逆さ向いてたりとかそういうのしてたりとか、まあ、種が小さかったりするとこういう風に、はい、悪い、あんまりちょっと使いたくない、ね、苗が出来上がってしまって、でこれもやっぱ膨らんでもちょっと種がちっちゃいので、これは間違いなく小さいサイズの種かなと思います。まあ、そんな具合で、ヤマトルージュね、種のちょっと大きさに差が少しありますので、ちょっと気をつけた方がいいのかなと思って、やっています。最初の頃やってたんですけど、もう全部気にせずに、それよりも発芽が思ったように揃わなかったので気にしなかったんですけど、ちょ最近になってそういうところも気にするようになりました。まあ、そんな感じでですね、ヤマトルージュの、種まきの時の、注意点をね、ご紹介させていただきました。ちょっとでもね参考になればいいなと思っております。はい、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。トウモロコシだったり、サニーレタスについて発信しておりますので、ぜひぜひまたね、見ていただければなと思っております。ご視聴ありがとうございました。